奈良の吉堂正樹選手です。2日間走ってみてどうですか？まあ、調子自体は全然悪くないのでしっかり踏めてるかなっていうのはあります。練習はあったんですけど、まあ、その分気楽ですよね、前回よりは。まあ、そうですね、もう気負わずにしっかり仕掛けれるんで、はいはい、そこは思い切っていきたいなと思います。でバンクが走ってみてどうです？そうですね、別に走りづらいというかバンクにそんなコンディションあんまり自分気にしない方なのであんまり関係ないかなと思います。ファンに一言お願いします。はい、しっかり、優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。東京の武田涼選手です。2日走ってみてどうですか？はい、初日より2日目の方が思いっきり走れた感じはありました。バンクどうでした？走ってみて。バンクはやっぱちょっと直線が短いかなっていうのが印象ですね。コーナーが長く感じて、はい、あ、そうですね。はい、軽さはどうです？軽さは割と軽かったと思います。あ、そうそう。ファンにどうお願いします。はい、初日2日と1着取れたので決勝ではラインも3車なので積極的に攻めて優勝を目指したいです。よろしくお願いします。高知の岡田雅也選手です。2日走ってみてどうですか？そうですね、最近になく調子はいいと思います。初日の伸びも良かったですよね。まあ、たまたまですけど、まあ、感じはすごくいいと思います。佐藤選手ですか？そうですね、佐藤選手をつかせてもらったんですけど動き早いんでちょっとつききれるかわからないんですけど精一杯ついていこうと思います。ファンに一言お願いします。前の佐藤君にしっかりついていって頑張れるようにします。よろしくお願いします。栃木の村上隆彦選手です。2日走ってみてどうですか？やっぱり前についていくのが必死で、やっぱ強いなっていうチャレンジ、みんな強いなっていうイメージですね。武田選手もつけてやっぱ強かったですか？強かったですね、もう本当に必死でついていったんですけど結局まあ離れちゃったんですけど、まあ、それでも2着だったんで良かったと思います。ファンに一言お願いします。3人でワンツースリー決められるように頑張ります。応援してください。奈良の肥後康介選手です。2日初めてどうですか？はい、復帰戦なんですけども、調子自体は悪くないと思います。まあ、吉戸選手も練習からやっぱ強いんですか？そうですね、まあ、スピード持久力というかスピードに乗ってからの持続力がすごい高いなと思いますね。ところで関係ないですけど T シャツいいですよね。 ありがとうございます、はい、これ どこで作ったんですか？これまあ、よく治療に行く五体治療院という、はい、はい、名古屋にあるところなんですけどそこの先生が作ってくれました。そうです。はい、ファンに一言お願いします。はい、応援ありがとうございます。しっかり、自分の仕事をして、後輩とワンツー決めれるように頑張りますので応援してください。北海道の川口照明選手です。2日間走ってみてどうですか？そんなにいい方ではないんですけどもいっぱいいっぱいで頑張ってます。20度超えでやっぱり北海道は1度ぐらいですか？そうですね、1度2度ですね。最低気温もマイナス8度ぐらいです。どうなんですか、まあ、室内練習になるんですけどやっぱり早速来ても寒いんですか？やっぱり現地にいれば現地の温度に慣れてしまって寒いですね。はい、ファンに一言お願いします。自分の仕事をしてきっちり決勝ラインまで行って表彰式に上りたいと思います。よろしくお願いします。愛知の佐藤健太選手です。2日間走めてどうですか？まあ、1着取れてるんで悪くはないと思います。でももうだいぶねこうきっかけつかんでいってるんじゃないですか？この、まあ、どうにかレースは見れてるんで、はい、急に S 級が7車で、ね、ミッドとかそこら辺はちょっと、はい、まあ、その辺は、まあ、合わせていかないといけないんで、まあ、あまり深く考えてないです。ファンに一言お願いします。まあ、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。